どうも、クニンです。皆さん、今日は内野手グローブの履き方についてちょっと動画一本作りたいなというふうに思ってるんですけども、皆さんは内野手グローブを履くときはどう履いてますか？その指の出し方とかそういうことじゃなくて、この手のね、はめのね、位置ですね、どのぐらいの深さで履いてるのかなっていうのを皆さんお聞きしたいんですけども、基本的に僕が教えられたのは内野手は浅く履く、浅くはめるっていう感じですね。ズボってはめない。なぜかっていうと、こうやってズボってはめちゃうとゴロ取るときにこうグローブこう立てないとダメでしょ。この時にグローブ立たないですよね、ズボってはめちゃってると。これが今この感じですけれども、浅く履いて立てるとよりこう分かりづらいですけど、よりこうなるんですよね。立てやすい、グローブが、グローブ立てやすいんですよ。グボってはめちゃうと立たないですよ、グローブが。これを浅く履くことによってより立って処理がしやすいっていうことなので、皆さんグローブはなるべくね、まあ、浅く履いてるんですよね。こう浅くね履いてる人ほどやっぱうまく見えますし、実際うまいと思います。僕のチームでもやっぱ内野手でね、プロ中だったやつがいるんですけども、もう浅いですね、履き方はすごく。もうそれ取れんじゃねえっていうのを浅垂れ履いてますから、そのぐらいがいいと思います。でね、それだとずってきちゃうみたいな人はこういった形で、まあ、スラッガー締めするなりしてね、ここをねちょっとねきつく縛るなり、もしくは手袋を履くとか、あとはここにねつけるバンドとかあって、そうここにバンドつけることによってこのね隙間がなくなって固定できるので、浅く履く位置で、まあ、そういったものを使ってやるのもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、基本的にはね、外野手とかは逆に内野手みたいにダブルプレー取るみたいな機会はなくて、基本的には外野って、まあ、深く入っても別にいいと思うんですよ、外野に関しては。外野はその細かい動きってないんで、基本はボールを取ったら内野手にちょっと遠くの内野手に返球するっていうことがメインになりますので、浅く履く必要は特にはないかなと思いますね。ただ僕とかだと小指に2本はめてる関係で、深くは履けないですよね。結構僕も浅く履いてる感じだと思いますね、外野手もこれぐらいのね位置で履いてますので、でもそれは人それぞれだと思います。それでは今日の動画は以上となります。応援コメント、チャンネル登録、いいね、ぜひともよろしくお願いします。最近 Twitter も始めましたので、フォローをよろしくお願いします。それでは失礼します。